はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、リバーサルオーケストラ と、100万回言えばよかったですね、2つのドラマ1話見終わりましたので、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しすることがですね、こちらとこちらこちらと、はい、そんな感じになりますので、よろしくお願いいたします。じゃあまず登場人物ちょっと出しておきますね。リバーサルオーケストラに関してはキャストがめっちゃ好みというあ、こっちじゃない、こっちだ。キャストはめっちゃ好みっていう感じですね。自分としてちょっとね、一番胸熱なところで言うと、ここですね、坂東龍太さんと竹内久美さんですかね、が出てらっしゃる感じですね。そこに平田充さんがまだまだ、そう思ったらみんなそうですよね、うん。で、ここに今日ね、ちょっと活躍した常松ゆりさんもいてっていう、ちょっといい感じなんですよね。はい、そんな感じでちょっと楽しみにしてたというか、あんまりあの前情報入れなくて見るタイプなんですけど、あとなんか最近あの声優のあの YouTube 見てたら津田さんが出てきたんで、ちょっと津田さんだみたいな感じでちょっと見てみようかと思ってますっていう感じですね。ただで、自分の感じで言えば、まあここにも書いてましたけど、ちょっと好みの問題なのかなって思うんですけど、音楽とかクラシックとかで自分別に嫌いじゃないんですけど、一応ドラマでやっぱお芝居を見ようという立場で言えば、やっぱね、ちょっと音楽うるさすぎじゃないのかなっていうのが全体的にあったっていう感じですね。でもこれいちいち解説しませんけど、まあ一応メモ取って見てたんですよね。見てて、まあ1分ぐらいは、1分というかもう冒頭はいい感じだったんですよね。ポンポンポンと3つのシーンぐらいかな、分かれてたんですけど、大体の登場人物がもう5分で登場人物の紹介終了して、で、もう10分ぐらいじゃ、なんかちょっと音楽うるさくねみたいな感じになって、どんどん入っていったと。うん、そんな感じですね。だから田中圭さんのとこからそうですし、なんだなんだみたいな。この音楽一緒、音楽一緒みたいな感じで入れてるのかなみたいな感じがちょっとしちゃったって感じですね。だから全体的に言えばオーケストラシーンをワクワクするのに、その他のシーンでちょこちょこ使いすぎて、で、それが、まあ自分にはちょっとノイズに聞こえちゃったっていう感じですね。だから音楽とセリフだけ聞いてて、それに画面がちょっとついてくる感じで言ったら、の見方をする人だったらもうちょうどよかったのかなみたいな感じですかね。うん。で、いい役者さん揃ってるんでね。そういう意味では、まあ自分はちょっとその少数派になるかもしれないけど、ちょっとうるさいなっていうのと、あとこの肝心のオーケストラシーンでドーンとやっぱり来てほしいところは来てほしいんですよね。だからその他でなんかね、自分にかのあれで言ったらちょっと入りづらかったかなっていう感じですよね。もうこの調子で言ったらそれは楽しめませんよねって感じですもんね。だからもし本当に楽しめた方、まああとはその本当にプロの方とかが聞いてどうなのかとかも、まあちょっとわかんないんですけどね。まあでも見るのは見ます。ただ自分はちょっとそう思っちゃったタイプでしたっていう感じですかね、うん。あとはあのこれだけはちょっと言っておきたいんですけど、これだけクラシック音楽とか、あとその途中の音楽がね、どういう感じの音楽なのかがよく分かってないんですけど、なんだろうな、素人目に行ったら聞いたことあるけど、なんかその曲名が分からないってやっぱあるんですよね。だからそれに関してはなんか演奏シーンとかもうちゃんとテロップで入れてほしいですよね。なんかウィリアム・テルとかも多分やってたと思うんですけど、なんとか何番ってこう書いとけば、後で見たら、あ、この音楽好きだったと思えば、また YouTube で探したりとか、レコード屋さん行ったりとかする時もあるんで、それだけはね、せっかくだから入れといてほしいなっていう。やっぱね、音分かっても思い出せないんですよね。まあ AI とかに聞けば思い出せるのかもしれないですけど、せっかくなんでっていう感じですね。ただその音楽っていいよねっていうこと自体に関してはいいよねっていうドラマがあるのに関しては全然いいし、まあそういう意味ではクラシック音楽のやっぱ強さもあるのかな。分かんないんですけど、まあそんな感じですかね。はい、自分は期待はしてますと。そんな感じでも、なるべくお芝居してるときはちょっと音楽減らしてくれと。そんな感じですので、皆さんも楽しみに見ましょうっていう感じですね。まあ皆さん多分、まあ見せどころは多分あると思うんでっていう感じですかね。またそのちょっと設定とかこう、まあ常松のこのやめたわけみたいなのもやってましたけど、その辺があんまりチャチい感じにならないでほしいなっていう感じはちょっとあるのかな。まあ
だからそういうのは関係ないんだっていうドラマの可能性もあるんですけどね。はい、一応そんな感じですと。じゃあ次がですね、こちら金曜ドラマですね、100万回言えばよかったですね。でこちらはですね、足立直子さんですね。自分もね、あれなんだっけ、橋部さんもなんかやるとかやらないとか、なんかふわっとはあれしてたんで、橋部さんかなと思って見てたら足立さんだったっていう感じですね。で足立さんに関してはね、自分は透明なゆりかごですよね。で昨日何食べた、この辺で、あ、すごい脚本家さんだなと思って、で G 戦場を見てっていう感じですね。でこのモネは見てないんですけど、だから自分もね、足立さんのオリジナルを見るのは本当に初めてなんで、その辺がどうなるのかなっていう感じでしたっていう感じですね。じゃあこれ行ってきましょうね、相関図。だから原作ありのに関してはうまいなと思って、それでちょっと注目はしてたんですけどっていう感じですかね。でこれに関して言えば、お話的に言えばどういう話だお話的に言えば、まあ幽霊ものっていうことですかね、大雑把に言ったら。まあそれは予告編とかでもやってると思うんですけど、自分もそれをもう忘れて見てたんで、この最初に関しては、なんか結婚しようってなかなか言わない男とそれを待つ女性のお話かなとか思ってて、でもなんか話し方もみんなゆっくりだし、なんか音楽はなんか昭和感あるし、これでいいのかなみたいな思ってるうちに、また遡ってきて、でなんか修行とか、なんかちょっとキーワードが出てきて、で椅子に座れるということ、そうそう、だからこの辺で、あれこの設定どうなってるんだと、何はできて何ができないとかを、まあなるべくちゃんとやっててほしいし、なんかそれはもう決めてくれたらそれでいいんですけど、その辺がちょっとふわふわしたっていう感じですね。だから自分はなんかドア開けれる、あ、ここに書いてますね、ドア開けれるのかとか。でもあれの時はなんかこう、まあ最後の最後でね、わーっていうことが起こったんですけど、その時はなんかこう握れてて、握れることに気づいたみたいな感じでびっくりしてたしとかですよね。まああとこれ細かいのかもしれないけど、飯とかトイレとかどうしてたのかなとかねいろんなことがちょっと気になってる感じですね。ただ最後のこの展開からしたら、結構なんだろうな、天然、もしかして足立直子さんがですよ、まあ人の作品とかだったらちゃんとこう書く人なんですけど、やっぱちょっと天才型なのかもしれないですねよくそこからそこに行くよなみたいなところもあるのかもしれないんで、自分の感じとしてはちょっとまだ謎ドラマっていう感じなのかな。時々ピョンと飛ぶんだよね、なんかもた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 してると思えばっていうそういう感じがあるから、まあそれでちょっと面白く見れるのかどうなのか。あとはその感想で書いてる方もいましたけど、松山ケンイチさんね、出られるんで、まあ芝居の見せどころはまああるっちゃあるよなと。あとはその事件関係ですよね、それがちょっとどう出てくるのかっていうのと、かな。自分が今日芝居、あ、うまいなと思ったのは平岩神さんですね。パッと初回の初めてのシーンだったんですけど、なんかこの2人っていうこの師弟感をちゃんと出すことができるってうまいなと思って、一言で。すごいよな、なんか。あとは、中川よしよしさんとか、めっちゃ芝居うまいですからね。ただなんか、そのドラマの中では、いや、これが中川よしよしさんだっていうのはなかなか見れないんですよね。なんか自分もなんかのドラマで酔っ払いのシーンをやった時に、すごいなこの人はと思ったから、そういうのはちょっと出てきたらちょっと楽しいかなっていう感じですかね。春風亭昇太さんがいるな。でもこの被害者の人もここに乗ってるってことはだいぶ絡んでくるのかな。まあこの佐藤健さん演じるこの直樹さんの過去とかにもつながってくるのかな。まあ全てが謎ですね。今期の中では一番ね、ちょっと謎感が強いこれどうすんのかなっていう。でなんかそれこそ王道っぽいところに落とし込もうとはしてるとは思うんだけどな。だからこの最近の恋愛ドラマだったら、ちょっとファンタジー設定を入れることによって、それをうまく処理して、まあ、妻小学生になるとかもそうですし、まあ、原作というかね、元ネタありですけど、恋するワイフだっけ、
なんか そんなやつですね。あの広瀬アリスさんが出てたやつとかもあるんで、ちょっとうまいことこなして、あ、これはしみるわっていう感じのファンタジーに落としてもらえればなと。はい、それはそれを期待してますということですね。はい、花太郎でした。これからも楽しみにして見ていきましょう。失礼します。